コルト・ファイアー・アームズは世界初のシングル・アクション・リボルバーを発明した陸軍大佐サミュエル・コルトの起こしたアメリカ合衆国の重機メーカー。創業は1836年。当初の社名はコルト・パテント・ファイロームズ。コルト社は拳銃の他に有名な M16 や M4 カービンなどを生産しており、 同じアメリカの銃器メーカーであるスミスウェッソン社とはライバル関係にある。一般的にはコルト社がリボルバーを開発したとされているがサミュエル・コルトがリボルバーを開発した以前からリボルバーは存在していた。ただ従来のリボルバーは激鉄を起こしシリンダーの位置を合わせトリガーを引くという原始的な完全手動式機構ものしか存在せず、 連射や速射が困難であった。また、コルト以前のリボルバーは、リボルバーとは言ってもほとんどがシリンダーと重心が分離していない、ペッパーボックスピストルと呼ばれるタイプのもので、高価な上に実用的なものとは言い難かった。そこで、コルトは1836年に激鉄を起こすと同時に、シリンダーが回転して、時段を定位置に移動し、あとは引き金を引くだけで発砲が可能となる。 シングルアクション機構と激鉄を自分の手で起こすことなく引き金を引くだけで連射できるダブルアクション機構を開発して特許を得た。これらの連射メカニズムは当時としては劇的な連射速度を実現した。しかし初期のコルト社の製品は高価な上、激鉄を起こすたびに収納式の引き金が出てくるパタースンモデルに見られるように武器としては凝った作りであり、 無人のバム用に耐えなかった。そのため軍に正式採用されるには、時間がかかっただけでなく、民間市場でも旧式でも安価で信頼性が高い、フリントロック式やパーカッションロック式の単発銃や E3 アレン社の来館式アレンペッパーボックスに敗北。さらには、過剰な設備投資が災いし一度倒産している。その後復活し、数々の傑作を発表していくが、 1855年に金属薬莢を使う実法の特許を売り込んできたローリンホワイトを門前払いにして結果としてこの特許を1869年まで S&W 社に独占されたりダブルアクション拳銃の製品化に遅れたりとその経営は保守的で技術的にはむしろ後手に回っているただし 個々の製品の完成度そのものは高く、M1851 や M1873 が、米陸軍の正式拳銃となったこともあり、19世紀後半の業績そのものは、順調だったと言えるだろう。20世紀初頭には、ジョン・ブローニングの設計による、自動拳銃、ガバメント M1911 を開発。年から年以上にわたって、 アメリカ軍の主力拳銃の位置を占め続け、1992年に正式指定こそ解かれたものの、現在でも一部で使用されているという傑作拳銃となっている。1980年代、コルトガバメントに代わる正式拳銃を決めるトライアルにおいて、コルト社が提出した新型拳銃は、イタリアのベレッタ M92 に惨敗し、 また従来回転式拳銃が主流だった警察などの公用関係や民間市場においてもヨーロッパ製の自動拳銃が接見するに至り、もともとライバルの S&W 社にシェアで大きく水を開けられていたコルト社は拳銃の生産からはほぼ撤退した。現在でも生産されている拳銃は伝統的な定番商品であるサートカバメントのみとなっている。20世紀の終わり頃にカナダで AR-15 をライセンス生産していたリマコ社を買収し、コルトカナダ社に社名を変更した。さらにコルツマニファクチュアリングカンパニーへの社名変更を経て2002年に軍用重機専門のコルトディフェンスと民生用重機専門のコルツマニファクチュアリングカンパニーに分社したが、コルトディフェンスの方は2013年にアメリカ陸軍から M4 カービンの調達契約を 打ち切られたことで業績が悪化し債務超過に陥り、2015年6月15日に、デラウェア州連邦倒産裁判所に、連邦倒産法第11章の適用を申請した。コルト社も S&W 社と、同様リボルバーのフレームサイズに規格を定めているが、販売の際に、これらを表立ってアピールすることはない。フレームのサイズは7種類あり、D フレーム。 SF フレーム、E フレーム、I フレーム、J フレーム、V フレーム、AA フレームの順に大きくなっていく。主に D フレームはディテクティブスペシャルやダイヤモンドバック、SF フレームはマグナムキャリー、I フレームはパイソン、J フレームはローマン MK3 やトルーパー MK3、V フレームはトルーパー AMKV、AA フレームは キングコブラやアナコンダに採用されている Python M16A4 ありがとうございます。